どうも、セレストです。ジャマイカのね、ホットなニュース、ホットなダンスオール情報をね、知りたいってい人はこのチャンネル登録してください。ホットダンスオールニュースです。今日はね、えー、まあ、レゲエど真ん中っていう話題じゃなくて、間接的にレゲエにね、関係する話で、まあ、外角低めみたいな感じの話題なんですけど、ある、 NBA のバスケットボール選手のお話ですね。今年2022年 NBA のドラフトがね、6月ぐらいにありました。そこで、えー、ジャマイカ代表のバスケットボール選手でもある、ある一人のね、男がドラフト2位でね、ミネソタのウルブズに加入しました。で、このウルブズはね、あんまりね、強いチームじゃないんですけど、 ま、実はね、僕はかなり、あの、この選手に注目してて、これ、あの、日本だとね、あの、ジャマイカの血が入ってて、あの、世界的なスポーツに、こう、精通してる人だと、この人はね、ジャマイカにルーツがあって、みたいな、いろいろ紹介されると思うんですけど、この人の話題はね、全くスルーでしたね。どこにも、あの、話題になってなくて、 だからちょっと取り上げようかなってことで、寂しいなってことで。で、別にこれ、ジャマイカのね、えー、代表が NBA に入ったとかで、えー、これ取り上げようと思ったわけじゃないんですよ。彼の名前は、ジョシュ・マイノットっていう名前なんですよね。で、別にね、えー、彼は、えー、すごい注目されてる。まあ、ドラフト2位なんだけど、めっちゃ注目されてるってわけでもなくて、えー なんだろうな、契約金とかも普通の NBA 選手の平均ぐらいなんですよ。でも名前聞いてピンと来た人いますよね。この人はあのシュガーマイノットの甥いっ子なんですよね。だからね、あの今、えー、インターネットとかが普及していろんなね、スポーツにリーチできるんで NBA 好きな人ってね、結構いると思うんですよ。だから、あの今ね、八村るいとか、 えー、渡辺とか、結構、そこら辺の、えー、人が注目されてるんですけど、レゲエ好けはね、このね、ジョシューマイノットにね、すごい注目してほしいなって思いますね。化ける可能性もあるし、身長がね、2メーターぐらいあって、2メーター以上あるんですよ。で、シュートも打てるし、すごい素早い動きもできるってことで、あのね、やっぱこれが YouTube 素晴らしいなって、 思うところで、彼の名前を日本語でね、カタカナで女子マイノットって検索すると、NBA 注目プレイヤーってことで、彼、彼の、彼のためだけの動画がね、あるんですよ。まあ結構、まあ、NBA マニアの人が作ったんでしょうね。だから、これ見てもらえれば、もう彼のこと一発でわかると思うし、まあバスケットボール好き、NBA 好きならね、えー、注目してほしいなって思いますよね。で、 もしかしてシュガーマイノットって背でかかったのかなその遺伝子があるのかなと思ってあのー、調べてみたらシュガーマイノットの身長はね、どこにもあのー、データがありませんでした。だからよくわかんなかったんですけど僕はね、もうこの人の写真見て、この写真見てね、あ、もうこれはシュガーマイノットの血を引き継いでるなって思いました。おでこがそっくりなんですよね、シュガーマイノットに。だからもう、 バスケットボール好きはね、八村塁渡辺同様ね、このジョシュマイノットも注目してほしいなって思います。ってことで、今日はね、外角低めのちょっと外れた話題なんですけど、こういうのもできるのが YouTube のいいところってことで、で、面白かったら高評価よろしくお願いします。